どうもチョコ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきます。本日のテーマは先週に引き続き隣のトトロです。それでは授業を始めます。お願いします。はい、というわけで先週に引き続き隣のトトロ第2弾ということで、前回はトトロってなんであんなに懐かしいのっていうことを考えました。楽に聞ける内容だったのであっさり編ということでお届けしまして、今週はですねもう少しちょっと掘り下げて、考えたテーマについて語るこってり編となっております。それでは早速テーマの発表に参ります。トトロが見える条件について考えようというシンプルなテーマでお送りしていきます。まあ、今回私が考えているトトロが見える条件っていうのは3つあると思っています。1つ目、これは言うまでもなく子供であることです。これにはまあ根拠がありまして、隣のトトロのメインテーマになっているあの井上あずみさんが歌ってらっしゃるメインテーマありますね。あれの作詞をしているのは宮崎駿さんなんですけれども、子供にしか見えないっていうことが分かる歌詞がね入っているので、まあ宮崎駿が言ってるんだからまず間違いないということですけども、ただ子供だったら誰でも見えるのかってなるとそうではないんですね。まず順番に見ていきたいと思います。黒板ご覧ください。お父さんとお母さん、これはまあ病院のシーンとかからも分かるんですけども見えませんね。でさらにおばあちゃん、昔は見えていたそうなんですけれども、今は見えないと、まあ、自分でも言っておられるので、罰ということですね。で、次、子供組です。メイはまず一番最初にね、見えたので、丸ですけども、サツキ。これも丸かと思いきや、実はですね、最初の方って、サツキ見えてないんですね。どこのことかと申しますと、火に使うための薪を取りに行くシーンがあるんですけども、そこで、ちょっと不気味な感じでですね、風がビューっと吹き寄せて、サツキの薪をさらっていくシーンがあるんですけども、あれって別に怖いシーンではなくて、よくよく見たら多分、トトロか猫バスが通ったっていう演出だと思うんですけども、だとすると、あのシーンではサツキはただの風としか思ってないので、見えてないことになるんですね。ただ、物語の後半では見えているので、バツから丸になっているということになります。で、さらに、カンタですけども、まあカンタはこの物語の主人公ではないので単純に描かれていないだけかもしれませんが、まあ見えていたらそういう話が入ってきてもおかしくはないですよね。ただそういう描写は一切ありませんので、カンタは見えていないものと扱います。ってなるとカンタは罰になるので、子供だったら全員見えるわけではないと。じゃあ子供であること以外にも条件があるんじゃないかということで残りの2つをご紹介していきます。この残りの2つは個人的にはセットで考えるべきかなと思いますので、こちらご紹介していきますね。2つ目は心が不安定であるということです。心が不安定になるきっかけとしてはお見舞いに行くシーン、あそこです。メイはね、退院が明日って言ってて、またメイの明日が始まったっていうシーンがありますけども、まあメイはもうあそこでとにかく早く会いたいっていう気持ちが募りますよね。明るいシーンではあるんですけども、あそこからメイは、まあ、子供なりの、まあ、我慢の日々が始まりますね。同時にですね、お母さんに会えない時間っていうのは、まあメイにとっては退屈な時間ですので、とにかくつまらないっていう、状態にもなります。この二つが、まあメイの心の不安定さの要因かなっていうふうに考えています。で、さらにサツキの方はですね、確かに、まあ、メイみたいに早く会いたいという気持ちは絶対あるんですけども、お姉ちゃんですので、しっかりしなきゃっていう気持ちがあると思うんですね。で、それによってこう、責任感、私がこの家をお母さんの代わりになって支えなきゃっていう責任感が強まったりしますね。で、あと、彼女には、不安がすごく付きまとってるなって思いまして、まあ、後半で、退院が伸びちゃって、おばあちゃんが慰めるシーンがありますけども、この前もそうだったのって言って、まあ、さつきが泣き出すシーンがありますね。まあ、そこからもわかるように、退院できるかもしれないっていう話を聞いて嬉しかった反面、あそこから、もしかしたらまた今回も伸びてしまうのではないかっていう、ちょっと一末の不安があったのではないかなって思います。まあ、ここから二人の、こう、心がアンバランスな状態が始まったと考えられますね。で、さらに、この次の条件、三つ目です。強い気持ちがあることです。強いっていうのは、本気かどうかですね。こちらは先週のあっさり編の、丸3番、本気の子供っていうところをぜひご覧いただきたいんですけれども、本気の子供を、描写する要素として、走る、遊ぶ、探すっていう3つの、動きがね、たくさん盛り込まれているみたいな話をしましたけれども、この強い気持ち
メイにもサツキにもそれぞれこの3つが当てはまるんじゃないかなって思います。でメイはさっきつまらないっていうところがあるって言いましたけども、これとまあ対極になる事柄として面白そうっていう気持ちがあると思うんですね。あの一番最初にトトロの森に、着くきっかけになったショートトロに出会うところですね。あそこで面白そうだなっていう単純なこう強い興味ですよね。自分の今退屈な状況を打破するきっかけになるものを見つけたから、とにかくその面白いものをもっともっと見ていたいっていう興味が、突き進んでいって最終的にトトロのところにたどり着くっていう感じかなって思いますね、きっかけとしては。でメイとしては別にトトロに会いたいと思って行ってるわけではなくって、こう興味から始まったっていうところですね。で反対にサツキはしっかりしなきゃっていうこう責任感が、募り募って一番最後の草の小道を抜けてトトロの森にたどり着くシーンありますけども、あそこでメイを探したいっていう強い気持ちが、芽生えたところでトトロの森にたどり着いたのではないかって考えますね。まあメイに関しては遊ぶっていうのと、まあ、走るっていうところが、入っていて、サツキに関しては探すっていうのと走るっていうのの2つの動きが入ってるかな、2つの動きが入ってるかなって思います。どちらもこう走るっていうところがやっぱり共通してますね。まあ、この二人には強い気持ちっていうのが共通してるんですけども、あの、相違点として面白いなって思ったのが、メイは無自覚なんですよね。別にトトロに会いたいと思って会ってるわけではなくって、たどり着いちゃったっていう感じなんですけど、一方、サツキは、トトロに会わせてって言って、要は自覚して、トトロに会いたいっていう明確な目的意識があって、で実際に会えているっていうところが、あの2人ともこう反対になっていて面白いなって感じますね。だから要は願えば会えることもあるってことですよね。たまたまお父さんが言っていたみたいにこう運が良くって会える場合もあるし、条件が整うとサツキみたいにこう願えば会えるパターンもあるっていうのが、まあ、この仮説からはわかるのかなって思います。心が不安定であるっていう二つ目の条件と、気持ちが、強い気持ちがあるっていう三つ目の条件。この二つに関しては、まあ、あの、先週のあっさり編で申し上げました、母子分離の話に関係しているのかなっていうことで、母親と離れることによって心がアンバランスになったり、こう強い気持ちが芽生えるっていうところですよね。まあ、それ自体がこう子供ならでは、子供時代特有の経験っていうことなんで、やっぱり子供にしか会えないのかなっていうところはあるんですけども、で、カンタはなぜ見えなかったのかっていうのをここからちょっと考えたいなと思います。まあ、単純に2番と3番がないからです。2番がないっていうのがもう明白だと思うんですけれども、子供を支える父親とか母親みたいな、こう、絶対的に必要だろうっていう保護者の存在とか、そういうサポートみたいなものが、欠如していない状態、満たされている状態なんですよね、カンタは。なので、別に不安定になる要素がない。だから強い気持ちも、必然的に持つ必要がないし、カンタはこの条件を満たしてないのかなっていう感じですね、個人的には。だからカンタには見えなかったのかなって考えます。はい。まあ、今日はこんな感じでトトロが見える条件3つについてお話ししましたけれども、皆さんが見ておられて、いや、他にもこういう条件があるんじゃないかとか、いうのがありましたら、ぜひね、コメント欄の方で教えていただきたいと思いますが、都市伝説とかは、あんまり私は信じてないっていうか、まあ、都市伝説は都市伝説だと思ってるので、なんかこう純粋に作品をご覧になっていて、なんかトトロが見える条件ってこういう要素があるんじゃないかみたいなところとかがあったら、あのめっちゃ興味があるので、ぜひね教えていただきたいなと思います。でもしよければですね、先週のあっさり編の方、なぜトトロを見るとあんなに懐かしく感じるのかっていうのも喋ってますので、あの今日の動画が面白かったなって感じた方はぜひそちらの方もご覧ください。はい、それでは、今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。それでは授業終わります。ありがとうございました。